アリババグループの創業者、ジャック・マー氏が4月1日に香港大学名誉教授、5月1日に東京大学客員教授に就任しました。農業、金融、イノベーション、環境、そして SDGs と呼ばれる持続可能な開発目標といった分野の研究や教育に汗を流していくようです。物議を醸してきたマー氏の香港大東大教授就任というのは、中国経済、市場を占う上で何を意味しているのか、解説をしていきます。 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、客人研究の加藤義和です。本日もよろしくお願いしますえ。本日はですね、この動画でもですね、まあ、たびたび登場している、まあ、キーマンというか、中国の経済、市場を理解する上でのキーマンだと私は思ってるんですけれども、ジャック・マー、アリババの創業者、えジャック・マーさんにですね、今回もちょっと登場してもらおうかなというふうに思ってます。あの、この期間、あの皆さん、あのいくつかこうニュース聞いた、ご覧になったかもしれないんですけれども、ジャック・マー氏がですね、 東京大学の客員教授に就任しましたと、まあ、こういうニュースって結構あったと思うんですよね、で多くの方が注目されたというふうに思うんですけれども、あの私もこの期間、あの機関投資家の方とか、まあ、中国にちょっと関心がある方からです、ね、であジャックマーさんなんか東大教授に就任されたんですねと、これって何にしてるんですかねと、ジャックマーさん、ちょっと前、日本にもいましたよねと。 こういう観点からですね、いろんなこうご質問いただいたということもあって、この足なりにこうしっかりじっくり考えてみようということで、今回ですね、このテーマをお届けしようかなというふうに思います。えー、この動画面白いと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録、そしていいねを押していただけると大変幸いでございます。 本日はですね、もうですね、パート1、2、3と、あとマーケットのヒントも久しぶりに、えー、お話したいというふうに思います。えー、パート1は、えー、ジャック・マーシが香港大学名誉教授、東京大学客員教授に就任とで。パート2としては、ジャック・マーシの現在の関心分野と中力領域と。でパート3では、マーシの意図はどこにあるのか、えー。中国共産党、まあ習近平さんですね。習近平さんの思惑はどこにあるのかとで。最後にマーケットのヒントということでお送りしていきます。お付き合いください。 えー、早速あの、パート1ですけれども、ジャック・マーさんが、まあ、あの実際、ご覧東京大学だけではなくてです、ね、香港大学の名誉教授も、えー、就任されたんですけれども、まあ、この理に関してです、ね、こう結構質問を受けてるんですよね。で、これはあの、まあ、この動画でもです、ね、このジャック・マーさんの動向とか、まあ、アリババグループ全体に及ぼす影響とかですね、いろいろこう、適宜、分析を行ってきたと思うんですけれども、あのなぜ私がこのジャック・マーさんとか、アリババにこだわるのかというと、やはりですね、これはまず マーさんとかアリババだけの問題じゃなくて、その中国という国、市場、社会、そしてそこで暮らし、そこで稼ぐ人々の命運に関わっているというふうに私自身考えるからと、まあ、より具体的に言えばですね、このマーシーやアリババの没落という、まあ、没落という言葉が正しいか分からないですけれども、仮に彼らがこう没落していった場合に、それは中国経済、市場に関心と期待を持つ、えー、中国内外の投資家やビジネスマンたちとの自信を そんなマーシュがですね、まず今年の4月1日に、えー、香港大学、まあ、私にとっては古巣ですけれども、香港大学ビジネススクールの名誉教授に就任したと、えー、期間は2026年3月までの3年間で、 マーシまあまあは今年9月でですね59歳になるんですけれども、定年をまたいで勤めるということでしょうね。香港大の発表によれば、教授はですね就任期間中、金融、農業、企業、イノベーションといった分野の研究に従事をするということです。そしてそれから1か月後の5月1日、今度はその東京大学の東京カレッジ、この東京カレッジというのは、東大と海外の研究者や研究機関を結ぶインターフェースとしての役割を担うと、まあ、2019年に設立したというこの東京カレッジ。 の、えー、客員教授に就任したと、えー、期間は若干短くて10月31日までの半年間。で、道、ま、大、あの,の発表によれば、えー、就任期間中の研究分野、概要というのは、まあ、主に持続可能な農業と食料生産ということですね。で、まわ、あ、しには重要な研究テーマに関する助言や支援、えー、東大研究者との共同研究、事、えー、業の実施、および講演や講義を通じて企業経営、 イノベーションなどの経験や先駆的な知見を学生や研究者と共有してもらうことを大学側としては期待しているということです。まあ、あの就任発表のの時期期ととかか肩書きとか、まあ、招聘の期間 という観点からすると、まあ、香港大学の方が若干インパクトは強いという気はします。まあ、あの3年間ですし、まあ、名誉教授だし、まあ、あとはですねこの3年間、あとまあ香港大学が若干早く発表されたということがあると思うので、まあ、あのそっちの方がですねインパクトは客観的には強いと思うんですけども、ただ日本に関して言えばです、ね、やはりそのその東大教授就任というのは非常にこう大きなビッグニュースだと思うので、非常にこう関心、高く見受けられているということですね。 ただ、何はともあれですね、このマーさんが、ですね、このアジアの領有ともいえる、この2つの大学で従事する研究のテーマであったりとか、大学側から期待される役割というのは、かなりこう似通ってるんじゃないかなというふうに見受けられました。 はい、ここからパート2いきます。まあ、じゃあ、そんなマーシですけれども、香港大学のビジネススクールのウェブサイトにですね、人の紹介みたいなところで、こうプロフェッサージャック・マーっていうページがあるんですよね。私もそこ、あのしっかりと見たんですけれども、まあ、このページを見てると、ですね非常にこう面白い情報がこう浮かんでくるわけですね。で、プロフェッサージャック・マーの、まあ、主な肩書きとしては、えー、こういうことが書いてあるんですね。名誉教授、ジャック・マー基金創業者、 アリババグループ創業者兼パートナー、あとは国際連合の持続可能な開発目標の名誉提唱者という感じで,、まあ、という感じではそのように書かれているということですね、でより詳細な経歴としては次のような内容が明記されています、読み上げますけれども、1999年にアリババグループを創業しましたと。 で99年から2013年まで、えー、同グループの CEO を歴任していましたと、そして、まあ、その1年後ですね、2014年にジャックマー基金を創設をして、教育、アントレプレナーシップ、まあ、起業家精神ですね、実業家精神という人もいるでしょう、環境保護分野をサポートする基金ですと。 で、えー、国連持続可能な開発目標。これ、よく SDGs って最近、投資の分野で盛り上がってますけれども、SDGs ですね。これの名誉提唱者、つまりその SDGs を盛り上げていくということを国連を舞台にやっている人ですと。あとは、The Nature Conservancy グローバルボードメンバー、パラダイス基金共同議長。これ、後で説明します。あとは、香港大学、テラアビブ大学、名誉博士。えー、そして、 あの母校として、公、え、衆、ー、杭の州ですね、浙江省、杭の州の師範大学を卒業、英語教育学士と、まあ、こういうまあ彼の,そのキャリアというかですね、こう略歴が書かれていると。で、これもそんなに長くないんですけれども、ただこれらは、おそらくジャック・マーさんというのは、世界中であらゆる組織のあらゆる役職についていると思うんですね。その中から、今このタイミングで対外的に発信、主張したい、厳選されたタイトルがこれらだというふうに思うんですけれども、 やはりその注目に値するのは、この私から見るとですね、この2014年、アリババ CEO を退任した後に創設した この自らの基金というのが、教育、アントレプレナーシップ、環境保護分野に注力をしているということ、そして、あとは昨今の投資の分野で盛り上がっている、この SDGs、えー、持続可能な開発目標にも直結することということだと思うんですね。でその上で、先ほど私2つ挙げたマーさんの肩書きですね。1つは、このザ・ネイチャー・コンサ v バン c y という、これはですね、アメリカのバージニア州に本部を置く、えー、自然保護団体、まあ、これ、ヒエリですね、自然保護団体の1つで、まあ 生物生息地の確保や気象野生生物生態系の保全などの活動を世界各地で行っている NPO であると。で、このパラダイス基金というもう一つあるんですけど、パラダイス基金っていうのは中国に本部を置くと、まあ、主に広東省の深圳と、えー、四川省の西都に置く、まあ、こちらも非営利の自然保護団体であると。で、これ非常に面白くて、一つは米国、もう一つは中国、ただそれらはともに非営利。 つまり、プロフィット、収益を上げることを目標にはしていない、まあ、環境保護団体ですと、これをですねこのプロフェッサー・ジャック・マーのこのページに載っけてるんですね。このザ・ネイチャー・コンサーバーシーのグローバルボードメンバーですよと、そしてパラダイス基金の共同議長ですよっていう、これをですねジャック・マーさん載っけてるんです。しかも、いずれも環境保護の非営利団体っていう、これを載っけてるっていう、これ、極めて重要だと思うんですけれども、じゃあ、以上の彼の情報から、 アリババグループの創業者として、長年携わってきたこのビジネスマンという立場、実業家という立場から、第一線からすでに引退したこのマーさんが、今現在、関心を持っていること、そしてこれからやろうとしていることというのは、先ほどの情報から考えると、3つに集約できるというふうに私は思います。1つ目が、教育の現場に身を置いて、自ら長年携わってきたこのアントレプレナーシップと企業イノベーション。 そして長年関心を抱いてきた農業の分野、農業とか食の安全ですね。農業とか食の安全の分野で研究や講義に従事をするということ。二つ目が教育ではなくて、教育を超えて社会的な立場としては、非営利の立場に立って、環境、自然保護の分野に注力をしていくということ。で、最後三つ目が、これらを通じて次世代、ネクストジェネレーションの育成に努め、 ネネクストジェネレーション次世代が安心して暮らせる地球の実現にコミットしていくと、おそらくこの3つに集約できるというふうに思います。まあ、あの、サウンズグッド、まあ、すごくなんか素晴らしいですねみたいな感じに聞こえるわけですけれども、ただ、これだってですね、から意図してこういうふうにやってるということなんですけれども、これをパート3で見ていきます。 そしてパート3ですね。私は中国研究というのを、ね、一応、なりわいにしてるんですけれども、まあ、その立場から見ると、このマーさんの香港大東大教授就任というのは、決してですね、彼個人の問題、動向、決定ではないというのが、えー、私の見方です。もちろんですね、この両大学からオファーを受けたマーさん本人がそれを拒絶をすれば、まあ、就任することはなかったと思うんですが、ただ、 マーさんほどの影響力を持つ人間が、こう中国本土以外の場所を代表する大学でこう役職についてですね、えー、具体的なアクションを起こしていく中で、このまさに中国共産党、えー、中国政府当局に、何らかの報告をしない、あるいは何らかの承諾を得ないということは考えられないです、私から見たら。そして、仮に当局がダメだ、ノーといえばノーなんですね。 当局がノーと言ってるのに、やるんだって言えば、これはですねあの、まさにこの中国当局を敵に回すことになってしまうと、でそうなれば、マーさんうんぬんではなくてです、ね、アリババグループ全体の将来、このビジネスにこう影響を及ぼしかねないということだと思うので、その意味で考えると、今回、マーさんがこう両大学の教授に就任したということは、まあ、中国当局も少なくとも承諾した、受け入れた、あるいは場合によっては歓迎した、推奨したと。 そういうことと表裏一体なんだというふうに私は思いました。まあ、あの、ーさんからすればですね、この教育、農業、環境といった分野で国際的に力を発揮するということは、まさにこの自らの関心や目標を体現することにほかならないと。でしかも、これらの分野というのは中国の政府としても、 この持続可能な発展という観点から重視をしてきた、まさに国家戦略として重視をしてきた分野で、マーさんがこの分野で力を発揮するということは、政治的には安全なわけですね。この政治的には安全というのが、中国を理解するで極めて重要だというふうに私は思います。まあ、あの中国政府としても、このマーさんが教育や非営利団体の現場で国際的に発信、行動していくということは、中国自体の,、ね、この影響力拡大につながるというふうに考えているんだというふうに思います。 まあ従来のようにですね、マーさんがこうアリババグループ、えー、本体のビジネスでこう大暴れをして、荒稼ぎするということはもはや歓迎できないということだと思うんですが、一方でこのマーさんの前途を立ってしまうということは、まあ、多くの起業家、こう富裕層、そしてまあ海外の投資家や起業家が中国から離れてしまう。 中国の、えー、に置いておいた資産、資本というものをこう海外にこう移転してしまう。まあ、要はその中国経済を盛り上げていく、あらゆるアセットが外に逃げていってしまう。中国経済を見限ってしまうと。まあ、そういった事態、リスクにもつながりかねないということで、まあ、言い方は非常に悪いんですけれども、まあ、当局としては、ーさんを適度に泳がせておくと。適度に泳がせておくということを選択したんじゃないかなというのが、えー、私の見方です。まあ、ですからですね、麻、まあ、教授、プロフェッサー麻、まあの誕生というのは、 私の見方からすればです、ね、このジャック・マーツさんと中国当局双方の手打ち、手打ちという見方が妥当なんじゃないかなというふうに、えー、個人的には考えてます。 最後にマーケットのヒントですけれども、じゃあ、先ほど私が申し上げてきたことは、マーケットにとって何を意味するのかということですけれども、えー、1つ目が、中国当局が、マー教授の誕生を認めたということは、中国経済、市場にとってはいいことであると。これが1つ目。2つ目が、中国当局は経済成長のために、引き続きイノベーション型の企業化を必要としているということ。で、3つ目が、先般ですね、こう事業6分割をしたこうアリババグループのこれから。 特にアントグループの上場に 要注目だと。まあ、この3つを持ってですね、今回のマーケットのヒントというふうにしたいと思います。まあ、これらの3つ、先ほど私もあえてこう深掘り、説明はしなかったですけれども、今後、まあ、この動画でもですね随時あのアップデート、えー、説明をしていきたいなというふうに思います。今回は触れるだけということで、あのご理解ください。はい楽天証券の投資情報メディアや投資ルがお送りしております。えー、仮にこの動画面白いと、少しはためになったと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録、そしていいね押していただけると大変勇気づけられます。まともにかかります。 ありがとうございました。